こんにちは、おりんです。こんにちは、おわんです。ではこれ絆、いよいよあのコーリングがクライマックスに差し掛かってきてるのかな、白井さん、ね、白井さんがもうちょっとあの大野さんに攻撃されてしまって。お誰やね、大野さんって。天野さんやろ。天野さん、ごめん。つい今の話やのに、大野さんってどっから出てきてん。大丈夫、これあのアップするとき時間差あるから。そう、明けましておめでとうございます。なんか言うかな。やばい、年内にアップできてるといいな。編集がだってもう無理だよ。変だと思っていたのは入院の時の記憶。変じゃない、うん、変。黒猫さん、あれは黒猫さん、これって1回目にアップシーンだよね。そうだよね。でこれね、うん、あのりんちゃんが思い出したの。あの1回目、1周目は、うん、あの飛び降りるところを止めれなかったんだよね。止めれなかったのね。で、こう今から飛び降りるところを止めに行かなきゃいけないってことなんじゃないの？ここどこ？これで、ここ談話室だよね。談話室かな？そうそうそう。病院の談話室でいきなり。うん。なるほど。出ます。うん。多分談話室を出てから。おっと。びっくりした。何？誰？これ。白井さん？白井さんじゃないでしょ、これ天野さんじゃないの？天野さんがだから白井さんをやっちゃった後に電話してんじゃないの、ここに。逆じゃね、白井さんじゃね、まあでも白井さんか天野さんかでしょ。うわー、ほら白井さん来た。白井さん来たじゃん。どこ行くの、白井、あ、なんか落としたよ。なんか落としたよ。そんな白井さんまで、なんか落としてるよ。ちょっと待って、進みたいけどまだ進めないの。向こう行ったの。ちょっとメモだけ取っとかなきゃ。はい、とりあえずね、うん、なんかくれたから。電話番号、997600184、はい、メモったよ。これまさか朝霧玲子の白井さん、このために、あの白井メモじゃなくて、あのおわんのメモ。呼べない。とりあえず白井さん、白井さん待ってでね、連れて行ってくれるじゃん。じゃあでもここの幽霊は不親切なのは、あ、ここはあれか、一番上だから大丈夫か。あの上に行ったか下に行ったか教えてくれないっていうね。ああ、なるほどね。で、間違えて行っちゃったっていう時あるけど。うん。思い出すね。本当に単純に。ちょっとこれもしかしてあれじゃない？最終章じゃない？もしかして。え？だって、ほら、凛ちゃんがだって、あの、朝霧玲子を止めるシーンに来てるってことでしょ？これ。そうか、そうか、止めてって。君しかいないって言ってる。これどこ行くの？ 2 階でいいのかな？ 1 階行くのかな？れいちゃん、れいちゃんに会うんだったら1階で、で、白井さんもいないじゃん。白井さんいない。もう降りちゃったんじゃない？あ、ほら、こっちこっち。だから、俺は1階だとか言ってくれないと。どっから出たの、その声。そう言ってくんないと、2階探すでしょ？どこ見てるんだとか言ってくんないと、こっちこっちって。カモーンとか。くれるかな、そういうのがないと。あ、待って待って、白井さん待って待って。ついていって、ついていって。白井さんはきっといい人だからね。うん、ちゃんとついていってね。寄り道しちゃダメよ。ちょっと白井さん、あ、歩くのが早いんだか遅いんだか。おいにちゃん。え、どこ行った？ごめん、ごめん、泳いだらごめん。わかんなくなった。白井さんどこ行った？ごめん。あ、なんか、何かある、何かある。ふざけた、私が悪かった、ごめん。あ、携帯。おぉ、びっくりした。今すごい。何回戦ってきたと思ってんだよ。院長名。携帯取って、携帯取って、もう。ちょっと、ポインターが出ない。よいしょ、ここに来てポイント。なんでそんなみんなして嫌がらせするのよ。やべえ、それ。あの手は誰だ。あれ、女の人の手っぽかったけど。舌
下から手が取った。あ、ほら来たよ、どうしよう。やばい、やばい。手紙の前でかけるな。違う違う、電話じゃないと。あ、そかそかそか、電話じゃないと話できないって言ったからか。あなたが黒猫さんだったのね。そうです、私は変なおじさんです。違う違う、ここ一番クライマックスなんだから聞いてあげて。聞いてくれる？私、約束を破ったわけじゃないの。そうだよ。あの日、ここへ向かっていたのよ。てかさ、幽霊だったら本当かどうか調べられないのかな、あの取材できたみたいな。天野さんが。どうなの？途中で交通事故に遭って。でも、そして、ここに運び込まれて、こう自分で閉じこもっちゃったじゃん。偶然だけど、教会を作って隣のベッドにいたんだよ。そんなこと、もし私が目を覚ますのがもう少し早ければ。てかさ、それ黒猫ちゃんも隣の部屋。これは言い訳だよね。来たなっていうのは分かるでしょ、飛び降りる前。約束守れなかったのは事実だから。あ、それがね、りんちゃんとは分からないけど、今言われたら。りんちゃんの反応は何だったっけ。りんちゃん、ごめんなさいって今更だよね。もう取り返しつかないよね。一周目のエンディングもこう言って分かってあげてって言って、もうで引き止めに行って、私がここの住人になるのも時間の問題だと思う。ねえ、そうなったらってことはあれだよ、最後はだから今から黒猫さんと一緒にいるよ、私。なるほど。だからさ、一番目、一周目と一緒ね。また飛び降りられるの？飛び降りるの？もう寂しくないよね。なるほどね。だからこれでさかったことも、最終回。そう、これで黒猫ちゃんが納得したら飛び降りないし、忘れられる。なるほどね。じゃないの？っていうか、ここまで言ってんだから分かってよ、もう戦わずに。多分戦わないよ、多分そのまま302号線行くよ。そうかな。前そうだった。前ほら、横キラ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 、横シュって通り過ぎて、で追っかけたよ、一周目の時は。あ、そっか。だから302号室についてきな、お前って言ってる。ああ、なるほどね。そこで話をつけようじゃねえか。そう。なるほど。ということで302号室に多分行くんだと思います。まあね。一周目と同じなんで。一周目と同じなんでこれ。ほら、会いに来てくれてたなんて。でもちょっと急いだ方がいいんじゃない？でも追い抜いたらダメだしね。先に302号室行っちゃダメだしね、だって。でもすごいドキドキしてる。ここで息切れで死ぬのは嫌だ。ほら、ほら302号室行くよ。ずっとほら、会いに来てくれてたなんてってずっと言ってるもん。そういうことはマジ。だから納得し始めたんだよ。早く302行こう。302に行かないと。ちょっと追いかけぐらいまで行くと、黒猫ちゃん前行くんじゃない？開けて。よかった、病室覚えといて。素晴らしい。これでエンディングじゃない？飛び降りないでね。リモコン置いて大丈夫じゃない？ほら、ムビーでしょ。ほら、ムビー。あ、戻った。飛び降りるのは飛び降りるんじゃない？でも死んでないとおかしいもん。頑張れー。これリモコン置いてて、もういいでしょ。私リモコン置きました。エンディングです。止めれた？はい、後ろからハグ。ハグ。大好きなハグ。ほら、止めた。けど一緒に落ちてる。
結局違う。おお、すごい。3階のはずなんだけどな。これ十何回か20回ぐらいから落ちる。ほらエンディングだ。もういいよ。エンディング？だから結局リンちゃん一緒に落ちちゃってるの。いや、リンちゃんだけ助かるんじゃない？そうなの？リンちゃんだけ結局取り込まれずに生き残りましたで終わるんじゃない？まあ、あの、姉ちゃんはね、姉ちゃんはだって死んだ事実は変わらないから、うん、教会を止めれるか止めれないかっていうことよね。もう、あの、何？犠牲者これ以上出さないようで終わりじゃない？一応平和的に終われる？で、1話終わった時にさ、すごいショックじゃなかった？ここ何回だっちゅうの？終わった！終われた？エンディングでしょ、これ。ほら！終わったー！思い出すの長かったねー。でも結局これ、あ、多分、あの、あれじゃない、スタッフロールが出た後に、前の1周目の時も、おばあちゃんが生き返ったっていうシーンがあったから、あったね。だから多分、スタッフロールの流れた後に、リンちゃんがどうなったか分かってもらえないみたいな正解じゃない？多分それで終わりでしょう。はい、というわけで、皆さん、長い間、お付き合いくれてまして、プレイ時間自体はそんなに長くないんですけどね、まあ、前回の収録から1年、ね、待っててくれたっていう人がいるのかどうかはちょっと分かりませんが、まあ、なんとか、やっぱりなんとか、ね、自己満足ですが、なんとか最後まで、ご安心と、ゲーム終われることになりましたね。よかった、終わりて。次、どんなのしたいですか、おばあさん。怖いの嫌だな。怖いの嫌？次、用意、一応用意してるの怖いのなんだけど。また怖いのかよ。おばあさんといえばホラーかなと思って、ホラーは用意したんだけど、怖くない方がいい？あなたは何が見たいですか？どう？おばあさん、あれ、二人で協力プレイで、それとも一人で、私、今みたいに一人でやる方がいい？横で見てる方がいい？ちゃちゃを入れる方が好きは好きだね。操作が下手くそだからね。一応ね、ホラー用意してるんですけど。まあそれはお楽しみに。ちょっと考えますかね、何やるかね。まあ多分ね、もうウィーバーやることはないですもん。このリモコンの操作難しいもんね。やっぱりちょっとね、やりづらいですよね。このマウスポインター、何回ねセリフのようにマウスポインターポインターって言ってるか分かんないぐらい、それで死んじゃったことも何回もあるんだね。言い訳をして、マウスポインターが出ない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 、あーとか言ってね。まあでも楽しかったね。ちょっと長かった。なんか長すぎたのと同じシーン何回もさせられるのがね、ちょっとねしんどかった。まあ、思い出せたけどね。2周目に入ってたの4回も同じシーンやったらね、もうちょっと、でしかも丸まんま一緒のシーンやるって言ってなかった。でも最後の直前ぐらいでやっと霊を跳ねのけるボタン、そう使えるよね。やっと戦えるよね。だからエンディングにはまさかに戦えないっていうね。大阪に出てこいやっていう状態だったんだけどね、出てこなかった。どうしよう、これ終わったら後で行くときにとか出てきた。お前これで終わっただと思ってただろうとか言って、天野さんが出てくる。実は俺ラスボスだとか出てきたらどうしよう。それもありかもよ。それはそれで怖いけど、これいつまでこの2人はぐるぐる回ってんだろうね。一体何回か落ちてる。もう多分軽く100回超えてると思うよ、このぐらいの長さあったら。これはこの後にエンディングあるんだよね、きっとね。多分ね、多分凛ちゃんどうなったかあると思うよ。まあ想像にお任せしますかもしれないけどね。でも白井さん亡くなっちゃったのはびっくりだね。そうだね。白井さん何も死ぬ必要ないよね。天野さんがさ、取材で好きだったのに、ね、白井さんに自分が調べたんだよっていう内容を教えたかったのはわかるけど、でもその一人だと寂しいから、おりんはちょっと愛しい人と一緒にいるので、おばあさん一人で行ってくる。一人だと寂しい。
兄さんその間にちょっと愛しい人とねちょっとどっか行っておきます。え、そうだったの。入れ歯の中に入れ歯ここでさ、延命の間に募集してる。それも募集しちゃう。お母さんだけ募集ということでいいのか。お兄さんちょっとこれからの現地実況のちょっと内容がいろいろとあるんで、実況のためにこの見てくださってあなただけですか。ですね、はい。ほら、最後なんかあるよ、絶対。ではいや、これで終わりって言ったら私本当に怒るよ。もうリモコンの音が鳴るっていうこの状態がすごい怖くて嫌だね。なんかリモコンから音が鳴るとやっぱりビクッと。電話着信かな。鳴った鳴った。りんちゃん助かったよ。目開けたら黒猫ちゃんいたら怖いね。本当や。あ？進めないとダメ。私の進めないとダメ。勝手に進む？一応ムービーかな。な、ムービーだね、よかった。一応黒猫ちゃんに分かってはもらえたのね。多分。な、怖い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 。なんかこの最後が怖い。私生きている。うわー、びっくりした。びっくりしたよ。セブセブポーズ結構足しんどいよ。今のビビった。で終わりかな？はい。ということで本当に終わりましたね。はい。はい。最後までお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回ね、まあおわんさんと何をやるかはまたね、それでいつやるか、また何年もやるか。楽しみにしててください。またそれは楽しみにしてくださいませ。はい、まあ、待ってくれてる人いるのかな？まあ自己満足ですからね、これもね。そうですね。はい。では楽しかった。はい、お疲れ様でした。さようなら。ありがとうございました。バイバイ。